はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアプロレスリングワールドライブ配信始めていこうと思います。国際プロレスシリーズですね。1980年秋のダイナマイトシリーズ第6回目となります。テキストエディター見て、10月を3日ですね、福井県鯖江市総合体育館大会から、開始します。まずは鶴見大井山組対ロンバスドンバスのバス兄弟ですね。こちらの試合からいきたいと思います。ツイッチで配信をしております。ぜひ、ツイッチで。ご覧ください。ツイッターの方にリンク記載してますので、そこからツイッチに行っていただければと思います。そしてまたですね、ツイッチの方ですね、 YouTube とツイッターのリンクも、記載しております。ぜひこれらアクセスしてみてください。ツイッチアカウントフォロー、ライブ視聴、チャットコメントぜひお願いします。ツイッチライブウォッチ&マイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。 YouTube の方もぜひチャンネル登録、高評、チャンネル登録お願いします。 YouTube マイチャンネルサブスクライブドプリーズ。はい、では行きましょう。鶴見五郎大山活動対ドンバスロンバスのタッグマッチです。さあ、いよいよ
ますが、カバーに行きます。今上がってるのロンバスだったはず、ロンバスだったはず。ブレーンバスター場外へドンバスを叩き出します。お、ありがとう。あとは山を攻めます。ここからフォアスタンピート、ブレーンバスター。さらにブレーンバスター。ショルダーバスターですね。冷静に行きます。大山からツーミータッチ。アトミックドロップですね。そしてカバー固め行こう。たまらずロンバス出てきました。おっと、ロープ攻撃だ。ロープは硬いんだぞ。ロープは硬い、ワイヤー入ってますからね。IWA インターナショナルレスリングアソシエーション、1980ダイナマイトシリーズ、鶴見&大山 VS ロンバース&ドンバース、サバエ福井ジャパン。さあ、出ていきますね。おっと、アウリカだ。急所攻撃。さあ、ロンバスがこれ、剣に持ってますからね。なんとか19で、17で戻ってきました。2位の追撃。手数が多いですよね、こういう風にして。タックマッチは手数増やせますからね。レフェリーのブラインドをつきつつ、反則カウントも使いつつ、カットプレーなどで、そこはタックマッチの魅力です。パンチ、またパンチ、ショルダーバスター。さあ、これは3日目鯖江市で、翌日が、
滋賀県の近江八幡で3大タイトルマッチを控えております。おお、マンハッタンドロップ、ジャーマン、これは綺麗に決まった。レスリング出身者だけあります。東海大学レスリング部出身、津見五郎。椅子を取り出す、噛みつく、入り乱れる。お、まだ椅子で攻撃している。まもなく20分経過。これ20分だったっけ、この試合って。どっちが30分だったっけ。あ、20分ですね。20分で設定しましたね。引き分けとなりました。本当は30分だった。勘違いしてましたね。20分に設定してしまいました。とはいえ、このメインは翌日の近江八幡大会なんで、スピードアップ化しないといけないっていうのもありますね。なのでどんどん行きましょう。アニマル浜口と、ザ・ USSR は、誰だったっけ。ザ・ USSR はネルソン・ロイヤルだったっけ。GSSR はチャーリー・フルトンだ。チャーリーフルトン。あった。30分一本勝負ですね。はい。シーツでは GUSSR が反則負けを食らっております。アニマル浜口対チャーリーフルトンのシングルマッチです。翌日4日ですね。10月4日、近江八幡市立運動公園体育館大会で3大タイトルマッチが行われます。序盤なんで隠しますが、まあご覧の通りですね、IWA 認定世界タッグ選手権試合、アニマル浜口マイティの上にアレックス・スミノフ GUSSR が挑みます。続いてインターナショナルヘビー級選手権は61分一本勝負、チャンピオン大木金太郎に挑戦者を上田馬之助、最後に IWA ヘビー級戦、世界ヘビー級選手権にはラッシャー木村がチャンピオン、ビッグジョンクイーンが挑戦者として挑みます。いずれはですね、防衛に成功はしているんですけど、両者リングアウトの引き分けとか、リングアウト勝ちで綺麗なピンホール、ギブアップなどはないんですよね。まあ、クリーンな決着の試合はなかったんで、ちょっとその辺は残念だったかな。メインはやっぱり木村締めて欲しかったかなと、思います。タックもね、なにわブラザーズは勝っていいんですよね。まあ
GUSSR ですからね、勝ってもいいと思うんですけどね。どうしたものかと言ってる間にもう5分を経過しております。ブレーンマスター、 GUSSR はチャーリー・フルトンです。アニマル浜口VS GUSSR チャーリー・フルトン。そしてカバーに行きます。カード2、マンハッタンドロップ。腕を取ります。ブルドッキングヘッドロック。ショルダースルー。なおこの試合 YouTube では同時配信、できなくなりましたが、この試合のアーカイブを、翌々日21時、つまり、15日21時から YouTube でプレミア公開で、お届けいたしますので、ぜひそちらでも見ていただければと思います。どうだ、カウント2。おっと、ブレーンバスターヘッドバット、ショルダーバスター、どうだ、スリーカウント、綺麗なフォール勝ちでしたね。少しお待ちください。
はい、ということで次ですね、次の試合は寺西勇対アレックス・スミルノフとなっております。こんな感じですね。シングルマッチです。これも30分一本勝負で、シーツではですね、スミノフはやはり貫禄勝ちしてますね。では行ってみましょう。テレシー・サム対アレックス・スミノフのシングルマッチです。カウント2。
102.9。ジャーマン 2.9 惜しい。投げました。そしてカバーに行きます。 2.9 モンキーフリップ、もう一回ジャーマン食らったら決まる可能性ありますからね。サイド 2.9 サイドクラッチですね。おっと倒して、これは肩固め、いや下から攻撃しますね。スイングオフが、あさあ膝十字、高さ抑え込みだが、これはロープウェイクです。マハタンドロップ、パンチを打ちます。バックの取り合い、丸め込みます。スリーカウント決まりました。寺西は勝ちですね。ハイプロだと勝率が高い寺西。スクールボーイでしたね。さあ、続いてはですね、60分なんかな、61分なんかな、3本勝負、6人タッグマッチとなります。大木健太郎、マイティの上、アシュラ原、そして、ビッグジョンクイーン、ロンバス、ノベル・オースティンとなります。この6人タッグマッチです。3本勝負か。ロープチェックオフ行きましょう。
大木銀太郎、マイティーのヤニアシュラハラ対ビッグジョンクイーン、ロンバス、ノベルオースティンの6人タッグマッチ、3本勝60分3本勝負で行われます。こちらの試合はですね、1本目が11分43秒、クイーンが腹から体固めで勝利しております。2本目は外人組の反則負けです。4分1秒。そして3本目で2分59秒、大きいがドローモから体固めで勝利して、2対1で日本組の勝利となっております。シーツでは果たしてどうなりますでしょうか。でそしてこの試合が終わると、いよいよ次の試合から、三大タイトルマッチの行われる、近江八幡大会が始まります。クシャシアヤット、オースティンでかいですね。このでかい体でしかも止めるっていうのは魅力的です。しかも脇固めやるんだ。どうことが多いですね。ドープキック。ブレーンバスター。YouTube ではですね、ショート動画もお届けしてますので、ショート動画も、ぜひ見てください。今、Twitch のチャット欄にリンク記載してますので、アクセスお願いします。Twitter のリンクもございます。ヘッドバット、オースティンですね。権利あるのはオースティンと大木です。ヘッドバットカバーに行きますが、これは相手コーナーの方に近かった。サーボ勝負の1本目もあともう少しで10分となります。さあもう入り乱れてますね。さあこれ戻ってこれるのか。戻ってきました。場外戦、ロンバスと大木です。ブレーンバスター、ペディグリーです。ロンバス、権利があるのは原、ロンバスと原です。
さあクイーンにタッチ、腹がクイーンにコブラツイス先生がカットされました。そしてクイーンがジャンピングパイルドライバーカバーに行きます。間に合うか、 2.9 危ない。マハッタンドロップカバーに行きます。これは近いチャンス、カウント2、クイーン返しました。クイーンアルゼンチンバックブリーカー、なんとかカット、ダブルのブレンバスター、クイーンたまらず場外へ。早送りってこともあり意味合いた展開になっております。バックドロップ、クイーンからオースティンにタッチ、あっマンジ固めですね。オクトパスホールドマンジ固め。大木がオースチンを破って日本側先制です。さあ外人組後がなくなりました。2本目です。カウント2、カバーに行きます。なんとかカット、井上バックドロップ、大きく援護します。ヘッドバットから2、さあ一気に畳みかける。一方クイーンも受けてませんが、マハッタンドロップ、ヒットバット、そしてチンロック、これは中かかとに行けない。だがなんとかここはクイーンが耐えた。カバーに行きます。お、ドロップキックでカットですね。斬新。とにかく何度も説明している通り飛べます。オースティン、そしてブレンバスター、お、アルゼンチンです。だから権利がない、チンロックですね。権利があるのはなんとかバスがカット。さあタッチして井上が出てきました。井上対オースティン、大木とダブルをブレインバスター、高速ブレインバスターですね。オースティン、投げて井上場外へ持ってきます。オースティンからロンバスへタッチ、ダブルをブレインバスター、木の上からハイタッチ。さあこれは落とした、前へ、ただたまず場外へ。あとロンバス蹴り、さあ、はい、自分コーナーへ押し寄せて蹴りですね。コーナーポストに腹を逆さずりにして、おっと
パンチ崩れる。さあヒットマンラリアットからですね、大きいタッチ。さあタッチは成立しております。大きい対ロンバス。ブレーンあんじゃない、前に落とします。オクラホマスタンピート、ロンバスからオースティンにタッチ。オースティンとロンバス、マンハッタンドカバーに行きます。カットです。2本目も10分を経過しました。ただオクラホマスタンピート、さあカバーに行く。クイーンがカット。あ、ヒットマンラリアット、コーナーポストへのラリアット。さあコブラ決まりました。2対0ストレートで日本側が勝利。日本ともオースティンから、取っております。さあこれでですね、いよいよ10月4日大宮八幡運動公園体育館ですね、こちらで大会が行われます。この大宮八幡の運動公園って結構大宮八幡の中心部から離れたところにあるんですよね。琵琶湖沿いにあるんで結構交通の便が不便、車がないと辛いです。バスってやってたっけ。バスはやってるとは思うんですが、バスはですね、近くにある集落、長明寺っていう寺のある集落がありまして、寺が山の上にある集落がありまして、そこまではバスは結構あるんですが、そこから長明寺橋っていう橋を、渡っていかなければなりません。しかもバスでは辛いですからね。どうやって皆さん来たんでしょうね。さあまずは米村勉天心と、こちらドンバスですね。1本勝負に戻って、20分1本勝負です。こちらは
では行きましょう。米村つとむ天心対ドンバスのシングルマッチです。パンチを打つ。さあこちらの試合は当然ドンバスが勝ってますね。3分39秒、体固めでドンバスが勝利しております。スープレックス。サイドバスターです。打ちます。そしてブレーンバスターカバーに行きます。カウント2。サイドブカウント2。おー、ショルダーバスター。バックドロップ。
そしてドロップキック変身押しております。米村ドンバスもギロチン、ん、これはチョーク入ってますね。そしてバックドロップ、サイドバックドロップ、ギロチンです。さあサバ折りビアハック、キチンシンク、ボディスラムに投げつけて、さあフィニッシュポーズを取る、だがバスの連続パンチ、一進一退の攻防になります。まもなく15分、30分の一本勝負なので半分を経過しました。これ20分だったっけ。20分ですね、失礼します。あと4分ということです。さあ鉄柵に打ちつける、サイド鉄柵、さあこれ直攻撃ですが止める者がいません。先に米村戻ってくる、ドンバスも戻ってきました。そして上げません、リバースへ返す、切ります。おっとファーストラムかな、バックドロップ、そしてバックドロップ、パンチパンチ、これは反則カウントは取られます。さあもう30秒しか時間がありません。米村は疲れている、ブレーンバスターだ、ここで20分経過、時間切れを引き分けに終わりました。さあ続いては、30分一本勝負ですね、アシュラ・ハラ、ノベル・オースチン、となっております。では行きましょう、アシュラ・ハラ対ノーベル・オースチンのシングルマッチです。こちらですね、ハラ勝つことができませんでした。4分59秒両者リングアウトに終わっております。この辺もやっぱりハラがスランプに陥っていたという時代っていうのが見て取れます。
ハード2。コブラツイスト、チンロック、カウント戻ってきました。そしてマークドロップ、あ、ブレンバスターですね。そしてタックルです。ボストンクラブ10分を経過しております。そしてラリアットはオースティンのが上回った。パワーボム、カウント2、ヘッドバットです。オースティン、オースティンカバーに行きます。カウント2、意外と手があります、手が合いますね。ラリアットカバーに行きます。カウント2、裏面かきむしる、ラリアット、ラリアット 2.9、 決めきれません。オースティンヘッドバットカバーに行きます。カウント2、パワーボーム、カウント2、オースティンしぶといネックブリーカードロップ場外へ、ヘッドバットです。椅子を取り出した。あら、どうするんだ。ネックブリーカードロップ。さあ、ヘッドバットを打つ。パンチ。ネックブリーカードロップ。そしてコーナーポストからダイビングヘッドバットが、これ不発ですね。そしてオクラホマスタンピート。あら。
さあ、だがオースティンもタフです。そしてヒットマンラリアット、さらにオコラホマスタンピート。さあ、オースティン蹴りで回避する。まもなく20分経過。こちらの試合も前の試合と同時期長くなっております。さあ、原パワーボム決まりました。3カウント、原がオースティンをパワーボム3カウントで破っております。さあ、次が寺西勇と、今度はロンバスです。30分の一本勝負となります。では行きましょう。寺西勇対ロンバスのシングルマッチです。
さあカバーに行く。あと2。支え込みアウト2。オクラホマスタンピートカバーに行きます。カウント2。おっとペディグリーだ。カバーに行きます。 2.9 危うし、いけないし。逆さ抑え込みカウント2。落としていきます。そして膝十字激戦。もう一回ペディグリードンバスカバーです。さあどうだ、返せるか。寺西カウント2。おっ、数落とし。そして膝十字行こう。もう一回ペリウリーです。カバーに行きます。カウント2。そしてラリアットパンチです。走る2位を叩き込む。そしてアトミックドロップですね。さあクローフォール3カウント。天使ロンバスの前に敗れ去りました。さあいよいよこの後は三大タイトルマッチを第一戦ですね、タッグタイトル戦ですね。 IWA 認定世界タイトル世界タッグ選手権試合61分3本勝負が行われます。まあ、61分の設定はできないんで60分なんですけど、3本勝負100ですね。今回は挑戦者側からいきます。挑戦者アレックス・スミルノフ、GUSSR チャーリー・フルトン、ただチャーリー・フルトンは勝った。そしてチャンピオンチームアニマル浜口マイティの上となります。会場も変えます。
こちらで行ってみましょう。IWA 認定世界タッグ選手権、の61分3本勝負、まあ、60分になりますが、ゲーム内ではアニマルチャンピオンアニマル浜口、マイティ井上に挑戦者アレックススミノフジ USSR が挑みます。さあ入場シーンからです。まずは挑戦者チームです。先頭 GUSSR チャーリーフルト、そして、アレックススミノフ、このコンビが入選してきます。近江八幡の三大タイトル戦の第一試合です。確か東京12チャンネル特番じゃなかったかな。そしてチャンピオンチーム、なにわブラザーズマイティ井上、そしてアニマル浜口の入場です。オクラホマスタンピート、バックドロップ。さあチャーリー・フルトン GUSSR が出ております。オブロブレインバスター。さあ3本勝負で行われます。井上が待ってにガルは待ってます。ボストンクラブ、そしてブレーンバスター、モッソンクラブ、お、ドラゴンスイーパーですね。さあスイーオフか GUSSR へとタッチ。バックドロップ。
カバーに行きます。おっと、これは井上からかな。いや、GUSSR チャーリーフルトーカーですね、出血は。さあ、これ10分を経たずして GUSSR か出血、これがどのように影響してくるか。サイドバスター、投げます。お、飛ぶか？飛ばないですね。ダブルチョップ。さあ、4人が入り乱れます。ショルダーバスター。井上バックドロップ。さあ、USSR のダメージはどうか。山口と住みよう。落ち着いて GUSSR にタッチ。ダブルブレンバスターです。ドープキー。ボディスラム。IWA ダブルワールド、タッグタイトルマッチ、アニマル浜口&マイティ井上 VS アレックススミオフ &GUSSR チャーリーフルトン。ブレンバスター。あ、おっと、バックドープを防ぐ。そしてバックドロップ。サイドバスター。ジャンピングパイルドライバーです。カバーに行きます。カウント2。ちょっと元気がないのか GSSR、USSR。ダブルのブレーンバスター。さあ、スピードオフ USSR はソ連チームと言われております。ちょっとこれギミックですけどね。さあ、これはチョーク入ってますね。おー、震えてる震えてる。
震えてますね。さあもう1本目がもう20分を経過しております。まだどちらも先生の1本取っておりません。サマーソルトドープ GUSSR もスタミナもどうかなと思ったんですが頑張ってますね。ブリーカー一進一退、決め手にかける両チームとなっております。オフサイドバスター戻しません。ネックブリーカードープシアシラリアット、さあカバーに行かない。そしてブレンマスター、どうするんだ、飛んだプランチャー、なんとコーナーポストからのプランチャーです。これはびっくりしました。コーナーポストですからね。相当高さがあるはずです。さあ決着、まだ、先生の決着はつかないまま25分を過ぎております。取り出す。フードキングエットロック。ショルダーバスター。GUSSR。さあ、権利があるのは浜口と GUSSR です。まもなく30分ですね。長時間戦いになっております。スピードさ、両者決め手を書くのか、それともこのリング上4人の選手はみんなタフなのか。あ、両者ダウン、井上とスピードオフ。ショルダースルー、おっとここで関節攻撃決まってしまった。1本目はスミルオフ、
井上が井上を下しました。外人組、挑戦者組の先生です。スタンディングクラッチ。さあ2本目です。後がありません。日本、チャンピオン日本組、浜口井上なにわブラザーズ。ヘッドロック、ヤシの見張り、ブドキングヘッドロック、バックリップはこれはスミノフ場外へ。イソトイラスアニマル浜口、この椅子が炸裂。 GSSR 駆けつけますがダブルをブレインバスター。スミノフマンハッタンドロップ、おっと浜口ですね。フードキングヘッドロック、投げ込みます。スリーカウント、スミノフいましたがなぜかカットに行けませんでした。井上が USSR を丸め込んで、これで1対1のタイになりました。さあ決着の3本目となります。バックリップ、30たまらず場外へ。続きバックドロップ、エルボーは不発、あジャンピングネックブリカードロップ、崩れ落ちる GSSR、 井上タッチ、 GUSSR の方に狙いを定めたか。カバーに行きます。これはスミノフカットです。唾液の打ち合いです。ドープキック、スミノフタッチ、頭突きでいきます。ブレーンバスター、もうスタンディングクラッチ気をつけなければいけませんね。スミノフカバーに行きます。
スリーカウント。なんとあっけない決着。挑戦者の一瞬の隙をついて井上がスリーカウントを奪いました。チャンピオン組防衛です。さあ次はですね、インターナショナルヘビー級選手権、大木金太郎対上田馬之助の勝負となります。激しい戦いが予想されそうです。力道山ベルト G、インター戦となります。これは61分一本勝負でした。チャンピオンが大きなのでこれ挑戦者ですね、上田馬之助からいきます。そして、チャンピオン大木金太郎があとですね。で、一本勝負に戻してここは一緒 でここでロープチェックありに戻します。これでいきましょう。インターナショナルヘビー級選手権、61分一本勝負、チャンピオン大木金太郎にチャレンジャー上田馬之助が挑みます。あれ？入場シーンがない。カバーに行きます。バックドロップ、グリグリ攻撃、バックドロップ、
おっと、爪を取り出した。狂気攻撃、超攻撃です。まずは痛めつけようという構えか。で、大きいからはおびただしい出血が出ております。ヘッドバット、カバーに行きます。カウント2、そしてパイルドライバー、タイグメイヤーからマンジ固めです。オクトパスホールドマンジ固め、攻撃をする。3連発急所攻撃、パイルダイバー、コブラツイスト、じゃあマンジ固めか。ファイルダイバー、あーっと急所攻撃、ニークラッシャー続けます。で、また狂気攻撃だ。主攻撃、悪の鍵を潰します。上田、上山雄介、チャレンジャー、あと怒りのジャッピングヘッドバット、あ、また超攻撃、マンジ固め、バケ固め、決まってしまった。上田馬之助は勝利、大きい、敗れました。さあ本日最後の試合となります。IWA 世界ヘビー級選手権となります。ビッグジョンクイーンの挑戦ですね。受けて立つ、アッシャー木村、ロープチェックオン、コープ、そうですよね、はい、
では行きましょう。ビッグジョンクイーン対ラッシャー木村、ラッシャー木村が持つ IWA 世界ヘビー級選手権9度目の防衛戦です。カウント15、16持ってきました。クイーン、ビッグジョンクイーン、14分29秒木村のリングアウト勝ちです。シーツでは、IWA ワールドヘビータイトルマッチ、チャンピオンラッシャー木村 VS チャレンジャービッグジョンクイーン。小村ツイスターですね。タックル、ブランドヘッドロックです。三大タイトルマッチ3戦目です。さあ首4の字でじっくり攻めます。バックドロップ、サイド首4の字、バックドロップ、前に行きます。やっと 2.9 レバッサールートキングエッドロック、2.9
パンチ。そしてクレーンバスターギロチンです。そしてジャンピングパイルドライバー、カバーに行きます。 2.9 木村危うし。10分を経過しております。そしてバックドロップ、立ち上がった木村だが、木村もバテている。今度は木村がバックドロップ、石岡は突き刺す。ラッシングラリアット。さあメインを飾りたいラッシャー木村。メンバスター、タックルいきます。そしてバックドロップ、トッキングヘッドロックですが、カバーに行きます。 2.9 ジャッピングパイルドライバー、2.9 後ろからラッシングラリアットカバーに行く。スリーカウント、見事にチャンピオン、そしてメインイベンターとしての重責を果たしました。ラッシャー木村、ビッグジョンクイーンからラッシングラリアットで綺麗にスリーカウントを奪いました。はい、ということで、国際プロレス ダイナマイトシリーズ6回目ですね、今回は10月4日のですね、滋賀県近江八幡市立運動公園体育館大会の3大タイトルマッチを中心にお届けいたしました。次回は10月5日、これですね、金沢大会。宇多津山スモーリング大会ですね。10月6日が滋賀県、また滋賀県に戻ってきて彦根大会。うまくやっぱり日程が組めなくなってますね。これを見ても分かる通り、一回金沢サバへ行って近江八幡戻ってきて、また金沢行って、でまた滋賀県の彦根なんで、行ったり北陸
本線を行ったり来たりしてる状態ですね。国道8号線を。そういうところも不安が残ります。で、愛知県豊田市、長野県諏訪スポーツセンターだな。で、2日経って埼玉県越谷市と越谷市体育館となります。さあ、いよいよ次回から終盤戦に差し掛かるダイナマイトシリーズ。非常に外国人が充実して激しいシリーズとなりました。そちらもあとわずかです。8月にはですね、道場がタクシーの突っ込みによって焼けてしまいました。そういうこともあり、再建を、道場は建て直しされたのですが、いろんな面で不幸が襲いかかってきます。また10月からは東京12チャンネル、今のテレビ東京の中継の曜日を変わりまして、土曜8時だったかな、ちょうど金八先生とか、太陽に吠えるだったかな、とぶつかるような時間帯になりました。これはもう後がないぞっていうのを東京12チャンネル側から国際に示されたってことでもあるようです。そんな中で、まあいわば時間帯が変わったということで行われたのが10月4日の近江八幡大会だったと思われます。少しずつ危険な外国人、豪華外国人や大きい上田の助っ人らがいる状況ではありますが、だんだんと危機の足元は迫ってきているのかもしれません。ということで、国際プロレスシリーズ今回はここまでです。ファイヤープロレスリングワールド、ぜひ今後ともご覧ください。ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、今後とも視聴、チャットコメントお願いします。プリーズツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。ツイッターもやっております。ツイッチのチャット欄にリンク記載しております。ぜひアクセスしていただいて、まだ分かったらフォローお願いいたします。ツイッターマイアカウントフォロープリーズということで、ファイヤープロレスリングワールドをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。